犬好き。犬好きです。え、実際飼ってるのは？実家では、ミニチュアピンシャーっていうのと、トイプードル。あとお姉ちゃんの家には、シュナウザーと、あとスタッフォードシャーブルテリアってやつがいます。シャッ。実家帰ったりしたら、まあ、寄ってくる、来てくるじゃないですか。まあ、その可愛いですし、お腹の上で寝たりするんで、可愛いです。癒される。癒される。シャッ。犬好きの人ってどんな人が多いですか？犬好きの人は、まあ、心優しい豊かな人ですよね。はい、ゴリが好きなのはワンちゃんだということですね。可愛いですね。はい、こちらご覧いただきましょうか。ワンちゃんが好きなんですけれども、はいはい、出てきました。スタッフォードシャーブルテリアという犬も飼っているんですが、ブルドッグとテリアを交配させた犬種で、利口で子供に対して特別の愛情を注ぎ、恐れ知らずで信頼できるということで、甥っ子姪っ子たちともよく戯れているということなんですね、うん、で加藤龍馬投手曰く、怖い顔をしているがめっちゃ優しいということで、よく見てください。加藤龍でしょ、馬でしょ、で犬が好きだっていうね。しかもゴリって呼ばれてる。そうですよ、一人動物園。ドラゴンズには加藤投手がたくさんいるんです。こちらご覧いただきましょう。加藤龍馬投手ルーキー、加藤翔平選手もいるし、加藤拓磨選手もいるし、加藤翼投手もいる。加藤拓磨、また馬 で翼に羽ばたく系っていう、なんか共通してたりするわけですよね、うん、はい、皆さんこんなところも覚えていただきたい。